ハリネズミ検証生活。えー、検証のえコツ、当選法を解説していきたいと思います。えー、セブンチビノスケの方でもですね、一本、あのー、動画アップしておりますので、よかったら見といていただければ幸いでございます。えー、今日ですね、トヨカドで見つけたハガキがなかなか、えー、面白い、えーこ。こんなの見つけましたよね。子猫食パン。 えー、詰め合わせセットこれかわいいなと思って、うん、猫猫食パンね猫猫食パンこれちょっと買ってよく忘れたあれね私お酒飲まないんで結構ひんやり洋酒チョコっていうのはなかなかあれなんですけどでもこの2ポイントコースのこの皿とか集めたら面白いかなみたいなこの間の、えー、伊勢食品のあれが2枚当たってるんで ダブル当選はね結構ダブルでいけるなと思いましたあのダブル当選のコツはと言いますとやっぱり同じ住所同じ名前っていうのはきついんですねでえでもどうしたらいいのっていう場合地区が違っちゃうとこれ当たんんなないでですよ無理なんですよよ無理うちなんかは、えー、セカンドハウスあるんですけど地区が全然違っちゃってるんでそうするといくら応募しても当たらないっていうのが実験の結果分かりましたので。 全然販売エリアじゃないところに、えー、住所があってもですね、うん、そっちの応募ては当たらないとで無駄打ちするのはですねちょっとあのー、あれかなと思いまして無駄打ちするんだったら、えー、じゃあどう,どうやったらいいのかっていうのを考えてですね、えー、実践したところ、えー、住所のまあ松の松の部屋番号を濁す濁す書かない で、えー、自分の、えー、家族の名前とか、あの、私基本的に、あの、検証は、えー、検証ネームっていうんですかねあの、ペンネームみたいな感じなんですけれども、あの、名前をですね、当たる名前っていうのがありまして、よく検証で当たる名前が結構稽古当たるんですよ、稽古。稽古。稽古っていうのは、あの、 恵みにことかあとゆい当たりますねそれからあと男はねあきら当たりますね、うん、とかを、えー、まぜこぜに使ってるのだとねみゆきも当たるね、うん、これじゃあ誰の名前だよって <laughs> もうねほんとにこれはね婚活ここ工藤さんのけいこさんだからけいこで植草みゆきさんだからみゆきあとは、えー、友達の名前 <laughs> あきらアキラとか。アキラって移送した方いるんだいっぱい。ユイちゃんっていうのもいっぱいいるんだよ。うん。娘と言いてね。なんか縁起良さそうな名前だからね。まあいいかなと思いまして。あの、よくある名前はあんま当たんないんじゃないかなとも思いますよ。うん。なんか、ヨーとかさ。なんかそ,そういうの、なんかちょっとダ,ダメっぽい感じ。まあ、そういうの観点から考えていただいてですね。一つは、ね、え住所の、 えー、松の部屋番号を書かないで、えー、名前で自分の名前でそれはもう自分の名前で、えー、携帯番号を書く、うん、そこまでしないとさ宅配の人がわからないって言って差し戻しちゃう可能性があるので一つは本名で携帯番号で書くで,でその代わりあの松の部屋番号を濁す。 そしてもう一つは、えー、検証ペンネームで出す。そして家の,け家の電話番号で応募するとか。あとはまあ、携帯でも、あの、サブ、今、今結構もう、2、3台持ってる人って普通になってきましたよね。私結構あのー、昔からも複数持ってるタイプだったんで、スマホ。結構ね、ビビ,ビ,ビられてましたよ、昔は。あの、そういう、その手のなんかの仕事なんですかみたいな。 感じで言われたんですけど、あのー、まあ、仕事の電話と、プライベートの電話と <laughs>、みたいな感じで分けて、まあ、大体皆さん2つぐらい持ってますよね、今は。今の時代は。うん。あと、子供の携帯単なの、え、プライベート携帯とかもなのですね。ま、検証ってね、ほとんど電話かかってこないんで、うん。ただ、最近ちょっと怪しいですね。 なんか、佐川急便とか、なんか、宅配業者を装って、あれ配達行きましたが、不在でしたみたいなショートメールが入るんですよ。あれ、多分詐欺だと思うので、もう、ほんとうざいなと思って、もブロックするか、あの、スルーしてくださいね。詐欺に引っかかんないように。 でこちらの、えー、親子でオンラインミーティング。あの、この、伊藤よかどの方の解説はですね、セブンちびのすけの方でやってるので、まあ、ちょっとパパっとこう、これブログにも載せたので、よかったらそれを見てください。で、何かこう、気になる検証があったらですね、その検証のコツどうで,どうですかみたいに言ってくれると。まあ,あの、一つの住所で、まあ、親兄弟とかそういうのにね、 あの頼らないで私はやってるのよっていう人で、えー、ダブル当選狙いたいのでしたらまあ、うん、そういうあの本名で末尾濁す携帯番号作戦そして、えー、もう一つはだからその名前と、まあ、携帯電話と自宅の番号っていうのを変えればこれ全然違うように感じますから名、まあ、じゃ同じですけどねうん。 まあそこもやっぱ宅配業者のの方とのコミュニケーションなんですよもうちゃんとあのー、もうここら辺のこの人私なんかもう再配達なんて電話かけて名前言うだけで「はい分かりました」ですよもう「はいい分かるまでも分かっちゃってんだよすげえよ何番地の誰ですか?」とかじゃないもんだと名前言っただで声声,声と名前だけでさ「はい分かりました」とかうーんなんと ちょっと住所が不鮮明な時でもこれお得ですよねとか言ってまああの高い業者が直接電話かけてきたりとかすることはないんですよ。だから結構ね今の時期は差し戻しのリスクがすっごく多いのでもう最初から ちゃんとですね、あの、コミュニケーションを取っておくことが一番重要です。で、コミュニケーションを取った上で、あの、末尾濁す作戦とかですね、そういうのも、まあ、有効になってきますんで、まあ、あの、に、二個三個同じ検証、同じようなもんがね、はっで二個当たってもね、もう、はっ、はみたいな感じなんですよ。あの、濁すからね、一日遅れとか届くんですよ。最初、最初は、はっみたいな感じで、あの、うん。 言ってでその人が「ああああああありました」みたいな感じで持ってきてくださったりとかするんでまああのちょ,ちょっとリスキーですけどでも結構な確率で私2個当たってるんでいろん,いろんなもの2個、えー、今日もサーモスの、えー、なんかねあのー、サーモス AB で当たってますねあれなんでだろうってみたいなあれは確かフライパン買って。 フライパンのなんかのかかところについてるマークでであ、でもなんか卵焼き器がちょっとちょっとテフロンちょっとあれだから買い換えちゃったのかもしれない1000円ぐらいの安い方のサーモスの鍋で,で今すんごい快適でサーモスの鍋って軽いんですよまあ バーミキュラの鍋は鉄の鍋なので、もうこれ半端なく重いんですけれども、私、握力ないから、で、あと、子供がね、最近、料理とか目玉焼きぐらいは作るようになったので、まあそういう時に、あの、サーモスの軽い鍋っていうのは、すごくね、いいんですよ。だから子供のために、あの、まあ、テフロンのやつ、まああれだったら、結構、 失敗しないでね目玉焼きとか作れるんでまあいいかなと思って、えー、買ってみました、えー、そして、えー、応募したら、えー、2発中2発とも当たったというであの重症煮干し作戦だったので1 <laughs> 日遅れて、えー、また、えー、来てくださいましたということであの多分ね過去の過去の過去の え、動画でですね、これ当たる検証みたいな。もう分かってましたが、なんか、あの、タイトル、えー、なんかタイトルにちょっとセンスをこう、持たせようかなと私は思って、で、ちょっとタイトル面白いのに、今頑張ってね、いろいろなこと考えてやってるでございますよ。うん、ご理解くださいますし、えー、で、今回のこの、伊藤家造の検証でですね、この、丸、ま、ちゃんの、えー、これ、 まあ、マルエツでも同じような検証ありましたね。バーコードだけで応募できるっていうのは、すごいありがたいですね。対象商品のえバーコード3枚だけでっていうので、えー、結構、あのー、マルちゃんって赤いキツネと緑のタヌキとか、その辺も、うん、そうだし、あと、ワンタンとか、まあ、その辺も、まあ、安いので、そうですし、えー、今回、えー、もう、マルちゃん生麺と、 焼きそばは結構飽きてる方多いかもしれないですけれども、まるちゃんのーラーメン、冷やし中華、まあその辺はね、結構いいじゃないでしょうかね。あとなんか、梅雨とか具材とかも OK みたいな。でも78円以下のえバッコードはダメですって書いてあるんで、ね、まあそれだけ、えー、注意してくださいで。でですね、まあ、あの、8日だけのやっても仕方がないので、ちょっと今私が狙ってるというか、ちょっとこの、 週末だけでね、これは、ちょっと回りきれないので、取りきれないから、うーん、ね、今、今ちょっと、あのー、これですね。これ、藤井聡太、オリジナルグッズ。なんかもう欲しくねえだろ、なんだろ言ってても、これ、最終的に価値が出るかもしれないというので、ちょっとチャレンジしたいなと思って、えー、これは、あのウェブからも応募できますから、 あの、はがきなくてもですね、諦めないでください。もう、どこ、どこでももう、どこの店行っても、このね、ハガキ置いてないです。はい、置いてないです。なので、えー、もうウェブから応募しちゃってください。これ、ウェブでも応募できるんで、対象商品はこちらですね。オン・オフクッキーと、え、ピーナッツ効果と、アーモンド効果。これで、応募できますんで。 えー、今回4月30日までのが終わって次の6月30日までの、まあ、検証っていうのは基本的に第1回目の方が当たりやすいと言われてるんですけれどもあの逆にねもう今の段階でこのハガキ全然見かけないから見かけないから後半にもなんかチャンスあるんじゃないかななんて思ってたりとかしますでこちらですねキリングループフェア、うんうん、キリンは今生茶がですねまあいろんな なん,なんていうのかな鶴葉の,の方でですねこの生茶の、えー、バホードバホードじゃないよベルマークで応募するタイプのやつもやってるので、まあ、ちょっとね生茶あれかな買って、えー、生茶とかあとキリン今キャンペーンやってるじゃないですかなんかキリンでも買うと、えー、当選率が倍になる吉本のキャンペーンのやつとかもやってて私お笑い本当にねお笑い嫌いなんですよ。 なんか自分がお笑い芸人みたいだからすごいお笑い好きなんでしょうみたいな感じで思われるかもしれないんですけど実は私自身はお笑いが嫌いなのであの全然好き,好きじゃないし嫌いな方ですねバラエティ番組とかマジ見ないですし m 1とかその辺なんかもう全然ダメですねお笑い目指してる人とか、うん、全然ダメダメな感じダメなタイプ な何がダメって、まあ別に真面目に話す分には全然真面目でいいんですけど、なんか苦手。うん。です。はい。そしって。こちら。これもね、もうハガキ見かけなくなってるよ。藤屋も、あれかな。藤屋とみんなハガキ持ってっちゃう人がいるから、で、売る人がいるから、これもう見かけないのかな。藤屋は結構ね、この間ね、 しみしみカントリーマームっていうのをちょっと食べたらそれ結構おいしくて富士屋の中ではヒットだなと思ったんでえちょっとですねまあこれはマルエツっていうハードルがあるんでマルエツで買ったえ富士屋の商品っていうことなのでマルエツで売ってなければダメなんですけどねあの丸椅ツの都会のマルエツのマルエツプチの方ではですね うーん商品がそんなに置いてないんですよ。で、アルフォートとですね、結構私のね脳内でね、間違っちゃったりとかするんですね。なんとね、あのー、これもうライフのしくじって、ちょっとダメだったやつですね、これ。 し,しくじってしまったっていうかだから、あのー、レシートを一つのレシートで何個も検証を応募したいみたいなそういうせこい考えで、えー、ちょっと対象商品のねあれがねちょっとねちょっと,ちょっとダメだったっていうのでこれちょっと応募したいんだけど、えー、まだエントリーしてないからこれをちょっと行かないとなってまあこれはライフなんですけれども。 なんとあとはね、この、えー、クレヨンしんちゃんのこれはね、まあボスじゃんとか、まあ、ね、も子供と一緒にこれっていうのもね、てかもう、コーヒー飲まないからコーヒー飽和状態なんでね、それもどうかなと思いつつ、あとこの4色のティー、まあこれは応募しやすさですねで、クラフトボスシリーズ1本買って、これがさ、ウェブだったら結構いいんですけどね、1本だけでっていう。 えー、あとは三徳、マニアックなスーパーなんですけど、よく当選します。で、こういう変な、えー、フィッシュ、フフレッシュネスバーガープリペイト3000円とか、こういうよくわかんないやつは多分当たるんじゃないかなと私は思ってるので、で、でこれ、かごめ商品を買って応募。かごめとかごめでね、多分ね、 ダメだと思うんだよね。今、あのー、レミパンのですね、平野レミ先生のレミパンのやつと、えー、カゴメの、うん、キッチン、カゴメの、えー、なんか製品の、えー、詰め合わせとかやってるから、それとこれだ、多分ダメだと思うんだよね。普段郵便局だから。カゴメが多分、うん、やってると思うから、多分ダメだろうなぁと思って。うん 折り折々教室でカゴメの、えー、東京支社に行った時に九段、えー、とかその辺なんですよ確か、うん、あの辺だからね多分、えー、なんか、うん、ダメだなと思いました感覚ねそ,その辺は、えー、まあこれはちょっとあのハードルもそんなに高くないし えー、この対象商品で500円でしょ五百円だからまあ野菜生活とか、えー、基本のトマトソ,ソースとかカゴメケチャップうちはね本当にあのマヨネーズあんまり食べないでケチャップをっていうそういうのを心掛けてるんですねケチャップっていうのはあのー、お酢が入っていたりとかあとトマトのえー、なんていうのかなまあトマトのえで、ー、コピン ですね。リコピンとかですね。うん、そういう効果があって、あのー、あの、ケチャップの方が全然健康的にはいい調味料なのでございますよ。だから、マヨラーじゃなくて、ケチャラ、まあ、要するに、ケチャップの酸味で、塩を抑えられるっていう効果があるのでですね、で、油っぽい感じではないので、 まあ塩塩分を抑えるために調味料としてよく使うのがえケチャップなんですねうちはだからあの子供がですねあのマヨネーズは苦手だけどケチャップはっていうそんな感じですねあと野菜生活とかっていうのは、まあ、野菜がね高騰して高い時期になったりとかする時にやっぱり最初に野菜ジュースを飲んでからご飯を食べるっていうだけでも結構健康にね、えー、いいでございまして。 ベジファースト、まあ、今までね、浜内千奈美先生だったので、千奈美先生のね、あのー、言ってることを、まあ、忠実に言っているみたいな本んなんでございますが、はい、なんとね、これ,これ、正確にはね、この間ね、買ってなかったんですよ。だから、調布あたりの、えー、どこだったっけな、なんかスーパーのですね、K-OS とかな、サミットかな。その辺で買ったときに、これね、 あの袋って箱ごと捨てていく人がいたんで、このパッケージ出して、ガサッて捨てようとした人に、それ捨てるんですかって言ってね、もらったんですよね。あのまあ、その方ねあ、この釜飯、釜飯ゃなんか、あのー、この麻婆豆腐の素となんかの素とフルーチェの素捨てていこうみたいな会社のところで、捨てなかったらって言っていただいて、 フルーチェは私は使わないから捨てたんですけど、うん、なんかそれ,それで応募しただけなのでなんか自分でやった感がないから、ちょ,ちょっとこれいやいや、もう一回やっとった方がいいかな、みたいな。うん。そんな、そんな感じでございます。なんか当たる感じはしないんですけどね、なんとなくこの、この、これ,これ系は。結構、あのみんな応募しそうじゃないですか。うん、なんかこう、ポってイメージね。 ね、これは、前回第1回目の検証で当たって現金1万円をいただいておりですね。こんな、日本の何がいいって、結構ね、冷凍パスタのね、これね、結構便利。マジに、今すっごい便利よ、これ。あの、いろんな味とかもありますしね、価格も安いところで198円だし、あの、何せね、毎日毎日、外食行けないでしょ、今。 それで、もうどうにもこうにも忙しい時っていうのがあるんですよ。特に月末とかに差し掛かってくると。で、その時に、もう、カップ麺はちょっと罪悪感がすっごいあって、ちょっとって思うんですけど、冷凍のこれだったら、なんか一応彩り、色とりどりの彩りのいいですね。野菜がちょっと冷凍なんだけれども入ってるから、まあ、 うん、あ,るかなとあと単純に私ラーメンよりパスタの方が好きっていうのもあります。はい。で、これもう一回応募したいなと思いつつ、えー、応募してないので、でもう一回ちょっとこれ買って、ちょっと、もう一回、2回目はないかもしれないですけれども、一回当たってるんでね、うん、一応もう一回やろうかな、それを軍式にしろよぐらいな感じもあると思うのでね。で、あとね、あの、この、えー、雪印メグミルクのですね、このパンナコッタのね、 これはね、なかなかいいですよ。これ、レシート検証なんで、他の雪印メグミルクとは応募できないんですけど、雪印メグミルクって、まだウェブオーブ応募多用してないのが多いですね。うん、このね、あの、栗原、えー、晴美先生のですね、あの、タナコッタ、なかなか美味しくてですね、これの、あの、食べた後、軽量カップになるみたいな、そういうところがなんか料理研究家っぽい、ぽくて、なんか、ああ、いいなーとか思いましたね。 このまま持ってんじゃんとか思ってこれ持ってるやんとか思っててんかの検証で当たったからそれなんでしょう、ね、大体検証と同じような感じで,で,であとこれですねまああの各スーパーで、まあ、やってるんですね、うん、これはねもう本当に1名様5名様10名様ちょろっとちょろっとこれね洋歌堂のえバージョンとちょっと検証が違うかなこういうののさ ことをさまあ全部同じでしょって決めつけてさあのー、行くんではなくて決めつけたらダメねちょっとだけ違うのちょっとだけ違うよ、はい、はい、このこのねワクワクコーブスっていうのは同じなんだけどここがちょっと違うのここの景品がこっちヨーグルトメーカーこっちなんかあのー、目覚ましっぽいスピーカーって書いてあるねこっちピロー枕 これが体素成形かなうん。まあ、そんな感じです。で、実際にこれを、これ常温保存できて、で、なんかの、あの、検証みたいなやつで、あのー、当たって、 常温で結構長期保存できて、あの、R1 とかだと、賞味期限 R1 とかのガセリーヨーグルトっていうのが、同じようなタイプで体脂肪とか、あと乳酸菌とかそういう感じでですね、あるんですけれども、それよりも、えー、この雪印、雪印かなこれ、カルピスカルピスのこれは、えー、常温で、えー、保管できてですね、すごくね、便利なんですよ。 でこちらの方は血圧までしかないですけれどもこっちの,あの糸魚川戸の方にはですね体脂肪に効くっていうやつもえ追加されておりますのでちょっと体脂肪の方を買ってみましたなかなかやっぱりあのー、女子力の高い人はやっぱこういうの飲んでますねで今これ結構バカ売れしてて、えー、売り切れ続出みたいな状況みたいですよ やっぱいろんな人とと情報交換すると、えー、なかバカみたいにねずーっとずーっとずーっと r 1で固執しないでいろんなものを自分の体に合うかどうか試してみてって効果が出たらいいんじゃないでしょうかね。私これの、えー、睡眠のやつを昨日飲んで、えー、寝ましたら朝すっきり爽やか、えー、起きられました。あのね 私は入眠障害なんで、寝つきがむちゃくちゃ悪いんで、あの別に寝,寝つきが良くなるっていうのの効果はなかったですけれども、その眠りの深さと、あと朝起きた時にすぐあの、便が出るっていうところで、起きるのが、やっぱその便を出したら起きるじゃないですか。まあまあ、朝のライブを見ていただけたらね。 あのー、あれなんですけれどもね。起きてねえじゃねえか、あんまりっていう感じだと思いますが、でも普段だったらもっときつかったのが、ちょっと、まあ、ちょっと、ちょっと心持ち楽になったかなって、まあ、一本でね、うん、ちょっと効果を感じたのかなっていう、そんな感じでございます。で、あと、伊藤、伊藤園だな、これ長谷園だ。園多いね、マジに。長谷園ノえー、これはですね、長谷園の、えー、これですね,ね。ここに投げよう。 の、投げはね、今、検証いっぱいありましたよ。で、やっぱり、えー、これ、ウェブ応募とか、なので、なんか、いろんな、他の検証と絡めて、え、いっちゃうくないみたいな感じで思っております。えー、そして、長谷園は、えー、最後にですね、多分、字吐きすぎぐらいに、バーコードで応募する、長谷園のバーコードを、えー、何でも OK なので、えー、それで、えー、貼って応募してください、みたいな感じなので、出川哲郎の、 パンダシリーズが多分来ると思うので、バーコードは取っといてください。はい。そんな感じで、バーコードも使えそうなので、私はこれをちょっとあの、買いたいなと思ってます。500円でって書いてあるので、あのー、こういう500円なんていうね、ハードルが低いときは、私もそのまんま、素直に、長谷園だけ買ったりとかします。はい。長谷園だけ買って、えー、応募する。 と当たりやすいとまではまだね、実験の結果が出てないんですよ。いろいろ今、試してね。なんかね、ちょっとね、低コストで確,率確実に当たる方法がないかと。まあ、あとはね、あの、徐々に私のようなですね、ずるかしっこい人間の、とのえ攻防ということで、細かい字で、あの、他のキャンペーンと、 重複当選はできませんとかって書いてあるから、えーまあ、手を変え品を変え名前を変えみたいな感じであの応募して2個3個当てておりますが、えー、その作戦もですねどん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 ,どんあの AI 様の進化によって、えー、また攻防をねあのこうやっていかなければいけないかなとうん思ってますあのクリニカーねあのこれはもう子供が私はね今ね歯磨き粉とかそういうの系はね なんかいろいろねあの、ライオンのとかもいっぱいあるんで、まあ買う必要はないんですけれども、クリニカっていうのは子供のね、やつがね、なかなか、あのー、いいんですよ。子供のキッズの、クリニカキッズのやつですね、ぐちょぐちょペンするやつとか、あとはそのクリニカの歯磨き粉のやつですね、あれが。 なんかうちのチビのすけはブドウ味が好きだとかって言ってあれ180いくらだか200円に200円でおぼしたい時はもう2個買ってもうしょうがない300いくらとか言っても400円近かったんですけどあのまあし,ょうしゃあないなみたいなこっちはこっちはこっちのグジュペイはいらないのっていらないって言ってたんでまあそれを買ってですねうんまだまだ大人の歯磨き粉は苦いらしいですね苦いって言って,言ってるのでえこのクリニカシリーズこれもあの各えー 格ですね、スーパーとか、えーまあ、ドラッグストアとかそういうのと協賛、えー、してるという感じですね。まあ、ライオンは、えーね、<laughs> 1万円も当選しておりますので私としてはその当たった1万円で温差の商品を買いますみたいなそんな、えー、感じでですねおります、はいねあのまあ。そんなような感じでですね私あのピーマンザウルスで当たった1万円は えー、宮崎経営団連、経済連の、えー、なんかおすすめ商品が上がってきたので、あれ注文してみました。LINE で、今 LINE で、レシート応募で、いろいろなんかね、宮崎トマトを買うってキャンペーンとか、ズッキーニ料理ズッキーニ料理ってなんだよとか思うんですけど、私はラタトゥーユぐらいしか知りませんね、ズッキーニで。 何の料理あるのかわかんないですけれども、ズッキーニ料理のレシピを教えてとか、なんかいろいろキャンペーンやっててですね、今あの、LINE とかだけ、LINE とか見てるだけでも結構いろんな、あのー、キャンペーンの案内が来てたりとかするので、結構もうサントリーとかもむっちゃ来てますよ、LINE に。うーん。ね、LINE オブ始めたら、LINE でいっぱいキャンペーンのお知らせが来て、コカ・コーラも結構ありますしね。 うん、ということでですね、私はですね、あのうんこ,こんなにま,まだまだエントリーしなければいけない、まあ、ど,こどこまでできるかわかんないですけど、まあ、一応全力を尽くしてですね、全力を尽くしてっていうか、本当にバカったね。<laughs> 全力を尽くして、一応努力をして、え頑張って、皆様にえ当選しましたとか、え裏技を えー、お教えできればなと思っておりります、えー、頑張りたいとと思いいいます <laughs> はい、<laughs> ということで、えー、ご視聴ありがとうございました、えー、買い物行く時のライブとかはあのー、セブンちびのすけのアカウントでやったりとかしてます私のライブって基本的に、えー、まあアーカイブ消しちゃったりとかするのでまあレアっちゃレアなのかな <laughs> のこ残さないからね でダラダラ長くあれするのそれをねえそれはね今後上げる予定もないのではいはいあのいいと思います <laughs> ぜひあの、少人数ですからマンツーマンであの、でも今日なんか私が検証はがきを書いてて今日ほんとく今日の えー、悔しかったことは、えー、5月15日土曜日締め切りの、えー、土曜日化身有効締め切りのですね、えー、惚れ惚れ野菜、茨城の惚、えー、れ惚れ野菜っていうのがあったんですけれども、あれ完璧にバーコードを貯めて、えー、ね、OK だったのになかなかね、野菜類のそのパッケージのあれ意外とマークでかいんですよ。あれのちょっとね、ちゃんと保管できてなくてね、3枚しかね、 晴れず、もう今日なんかね、郵便局の本局も閉まっちゃうの早いんで、断念いたしました。はい、そういう感じです。でもまた、えー、長野のキノコのキャンペーン始まってるみたいなので、またあの、新州マークをですね、<laughs> あのもうき、キノコはね、結構ね、ヘルシーですからね、かさ増しにもちょうどいいでございますしね、えー、ちょっとお腹の気になる人にはですね、えのきとかもね、 えのきでかさましいとかね、そういうのもね、すごくいいですので、キノコのキャンペーンも始まっておりますので、えー、これからまたキノコ生活しようかな、みたいな、そんな感じでございます。まあ、縁がなかったのはね、もうそれまでですわ。うん、まあ、で、縁があるのは、えー、なるべく、えー、果敢に、えー、挑戦していきたいかなと思っております。ということで、 えー、ご視聴ありがとうございました。えー、何かの、えー、皆様のですね、参考になるような、えー、動画が、うん、うまく撮れるように、えー、頑張っていきたいと思います。ということで、えー、ありがとうおりごとグラニュートー